総鎮という方でございますね。これは本当にあの大きな感じのする方でございますね。下半身ががっちりとして技を大きく使うというのが特徴です。はい、こう私たちが見ていましてもこう本当にこうゆったりとしている中にピシッとした感じがあるという、はい、そうですね、はい、さすがにやはり大坂選手は基礎が実に正しい基礎、はい、しっかりとした基礎を身につけておりますのでこういうことがやっぱり型になって出てくると思います。はい、何でもそうでしょうけれどもやはりその基礎ということが大切でございますわね。もう基本を失ったらもう形ではなくなると思います。続いての選手はもう日本というよりも世界の選手という感じでございますね。はい、また選手というよりはもう指導者ですよ。大変立派な指導者です。やっぱりこう何年かやっているだけではなくってもともと持っていたものがこういうところで出せるということも大事なことだと思うんですけれどもね。やはり普段のやっぱり修練というのはやっぱり実を結ぶと思います。この選手はそんなに器用な選手ではないんです。はいはいはい、しかしもあの高等学校時代からやりに向いてきましたね。キャリアを本当に生かして、はい、でしかも基本も正しい基本をですね着実に積み上げてきているわけです。空手のお手本ということになります。第1回、第2回、第3回、第4回とありましたけども、ね、1回から4回まで出ましたけども、1回目やったとき、2回目、3回目、4回目と来ましたけども、だんだんと、なんていうんですかね、あの最初の1、2回の頃は、ただやったという感じあるわけですね。ところが、まあ、ここのところ少し余裕って言ったら、どうなるかわからないんですけども、少し周りが、見えてきたという気持ちですね。演武ということで、まあ、稽古の時と試合の時と随分あのこの気持ちの準備っていうのが違うと思うんですけども、まあ、試合なんかで演武をする場合にはやはりあの自分が主役だということが問題だと思うんですね。ただあの型を最初から終わりまでやるだけじゃなくて自分の技を見せるというか自分が主役になってその技にもう溶け込んでいって気持ちが乗って溶け込んでいって自分が主役でと最後までできるかどうか、ただ順調ってやってるのかということだと思うんですね。だから自分の気持ちをその中に打ち込んでもらいたいと思いますね。総鎮の演武には大きな山のようにどっしりとした重厚さが出なければならないと大坂は言う。完成された大坂の演武には地道な稽古に鍛え上げられた技とおおらかな天性を持つ心が真の空手道である。真に一体を鮮やかに見せてくれる。稽古の時は総鎮という方は見れば分かる通り
総鎮立ちということで立ち方に非常に特徴があると思うんですけども、だから稽古の時には立ち方を重点的に稽古していただきたいと、同時に粘り強く、それでいて頑丈な立ち方を作り上げてもらいたいと思います。だからただ立ってるだけでそこに置いてるっていう感じじゃなくて、もう床を大地をこう自分の足を上げたら床も土もついてきそうなこう感じでこう立ち方を強くしていただきたいですね。それ瞬間的にそういう形になって、で次技に行く場合にはまたスーッと移動できるような、いつまでもへばりついてるんじゃなくてですね、瞬間的に大地を自分の体にガッ引きつけてしまうような気持ちでやっていただきたいですね。まあ、その感触はやはり、何回も何回も繰り返してやらないと難しいと思いますけども、まずそれから叩き上げて立ち方を作り上げて、それから手技がついていきますし、まず立ち方を重点に稽古をしていただきたいなと思います。総鎮常に世界で戦ってきた男の演武には重厚さと繊細な動きが調和し、自信と余裕さえも見える。後ろから見た大阪の演武、総鎮
大阪の方は総鎮に全て生きている。ひたすら求め続けてきた完成された方への執着心、一歩でも完成の域に到達したいとひたむきな努力が今総鎮の方となって見事に表現されている。大阪は常に語っている。毎日とにかく毎日一生懸命努力するだけです。そして彼はまた常に自分を見つめることを忘れない。道場に一人になって自問自答を繰り返す。空手道の真髄とは何か。次への試合のために、次への自己の表現のために、次への空手道を見極めるために。